今年で、現役生活を引退することになりました。本当に現役生活は24年間、そのうちの12年間を、エスパルスで、過ごさせていただいて、本当にたくさんの応援ありがとうございました。僕が本当にここまで現役を続けさせていただけたのも、アイスパルスで本当にたくさんの方と出会って、本当にたくさんの経験をさせていただいて、自分の短所、長所は少なかったですけど、短所に本当にたくさん気づかせていただけたのが、ここで戦わせてもらった12年間でした。そんな経験を過程に、本当にその後のチームでもいろいろと学ぶこともあったし、本当にたくさんの、ベースをこのエスパルスで作らせていただきました。本当にありがとうございました。本当にたくさんの思い出もいっぱいあるんですけど、その中でも僕がプロに入るときに、スカウトの方に、初めてエスパルスの試合を見せていただいたときに、応援が本当に忘れられなくて、その時はプロに入って浦和に行ってしまったんですけど、その後また声をかけていただいて戻った時に、なんかその時の記憶がすごく蘇って、うわ、この雰囲気でサッカー俺したかったんだよなって、その時すごく思い出して、最高の雰囲気で、あれは本当に僕の中で宝物ですし、もう忘れることのできない本当に最高の思い出です。もうたくさんのチーム行かせてもらってるけど、その中でもやっぱり本当に最高でした。ありがとうございました。僕は清水を離れて2年富山に行かせてもらって、その外からやっぱり清水を見させていただくことが増えたんですけど、その中でやっぱり僕は外から見てたので、本当にどうなのかわからないけど、やっぱりなんか清水の良さってファミリーだと思うんですよね。なんか僕がいた時もやっぱり本当になんか、もちろん大きく言ったら県だったりとか町だったりとか、チーム、スタッフ、選手っていうのがやっぱり一つになってる時期っていうのは、本当になんか戦いがいもあったし、本当になんか本当に清水らしいなじゃないですけど、そういう雰囲気を感じてました。それが今じゃないかっていうと、別にそういうことではないんですけど、なんかもっともっと、今年もJ2 に落ちてしまったんですけど、 J1 に上がるにあたって、もっともっとやっぱり一つになっていくことが大事だと思います。いや、もう一つになってるよっていう方もいるかもしれないんですけど、僕もたくさんの生意気ですけど、たくさんの経験をさせていただいて、やっぱり昇格するっていうのはもうすごくやっぱパワーを使うことなので、それに来年チャレンジするにあたって、本当にたくさんの方のサポートだったりとか応援っていうのはもう必ず選手たちにパワーを与える、それは本当にここまでやらせてもらって本当に感じているので、それなしには来年のチャレンジっていうのはなかなか難しいと思うので、J2 に落ちてしまったからってことではなく、J1 に戻るためにもう一度僕も含めてエスパルスにみんなでパワーを送っていただきたいなと思います。はい、ちょっと生意気ではありましたけど、はい、改めて24年間、
当にたくさん応援していただきありがとうございました。僕の中ではこれからも宝物です。